どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナちゃんです。それでね、ルナと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談でもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、ルナちゃん、ルナなんか怒ってるぞ。はい、実はね、ここ数日ルナちゃんの元気がなくて、まあまあルナちゃん実はね、こう見えて乗ってそうだ、こういうの見てるとこうルナちゃんって結構若そうに見えるんですけど、実はもう14歳なんですよね。で14歳で実はもうある程度お年なんですけども、ここ何日かなんかずっとね、体調があんまり優れなくて、これといって特になんか戻します、下痢しますみたいなのがずっと続いてとかではないんだけども、普通に健康状態がいい状態の時と、ちょっと週に1日2日なんかちょっとガタガタってなるんだけど、またちょっと戻すみたいなことをやってて、なんかちょっとおかしいなと思って病院で見てもらったんですけども、甲状腺機能低下症っていうのかな、うん、おいでおいで、ね、甲状腺機能が低下してますよということで、多分ね、待って、甲状腺機能系の薬飲まなきゃいけなくなってくると、多分生涯多分その薬と付き合っていかなきゃいけなくなっちゃうのかなとは思うんですけども、ルナちゃんだいぶ元気になりましたね。なので、まあ年を取ってくるともある程度病気とかね、やっぱりその怪我じゃないけども出てくるのはもうしょうがないと思うんですよね。でなんか首の後ろにもね、なんか出来物がポチンってできてて、ちっちゃいのはあったんだけども、 2,3 日で結構パッてスーパーボールぐらいの大きさまで大きくなって、こんなに大きくなるのすぐなるのと思って、なんか腫瘍かなんかかなと思って病院連れてったら、それはなんか水が溜まってただけということで、検査のためになんか細胞を取ろうと思ったら水が入ってるだけで、水が抜けたら、ペショってなっちゃったから、それはいいんですけども、でなんかやっぱりおかしいなって思うことってあると思うんですよ。でそれって多分飼い主さんしか気づいてあげられない変化なんじゃないかなとは思うんですよね。なので、自分たち飼い主さんたちがよく見ててあげて、ちょっとでもおかしいなって思った時には、特にね、年齢が高い、あとは、持病を持っている、あとは生まれつき体が強くない子たちなんかの場合は、ちょっとおかしいなって思った時に連れてってあげるのが一番いいんじゃないかなと思って、まあ、うちのルナもね、14歳で、まあ、それまで大きな別に怪我とかね、病気もしてこなかったんですけども、おいでおいで、ただだからってね、これからもずっとそういうことがありませんよっていうわけではないと思いますので、ワンちゃんのね、健康ね、ワンちゃんもなんかちょっと体調悪いな、じゃあ病院行ってくるねとは言えないので、なんかちょっとのね、その変化っていうか、そういうのって見てあげられるのって飼い主さんしかいないんじゃないかなと思いますので、まあね、でもなんかお薬飲むようになったっていうことよりも、なんかそれだけでだいぶ本人がね、楽そうなのとね、なんかこれだけ元気になると、なんかもっと前からもうちょっと実は体調悪いって読み取れるようなところがあったのかなと思うので、なんかその辺ってやっぱりね、そばにいる私たちがね、見てあげられたらいいかなと思いますので、ぜひね、皆さんも、お家でワンちゃんの様子で、ね、見てて、ちょっとでもおかしいなと思った時には病院で見てもらったりとかね、そういったことも大事になると思いますので、ぜひそんな風にしてみてください。はい、というわけでね、これまでずっと健康にしてきたから、じゃあこれからもずっと健康とは限りません。ワンちゃんの病気って急に来ます。特にね、年が取ってる時、ある程度お年を重ねてくると、ちょっとした一つの見逃しでなんかワンちゃんが体調崩すと、だいたい年取ってきたりとかすると 2,3 個いっぺんに出たりするので、少しの変化にね、気づいてね、対応してあげるっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんの健康気をつけながら毎日楽しくね、よかったら過ごしてみてはいかがでしょうか。